どうもこんにちは、池川さんでございます。今日はベニトカゲのラドとザレンの方を測っていきたいと思います。まあ早速ですけれども、掘り出すところからです。よいしょ。土はねかなり足しました。がっつりとね土の量をね増やして、よいしょよいしょ、かなり増やして、もうね充実した生活空間にはなってるかなと思います。ちょっとやっぱり乾燥してるね。温度下げてもいいな、そろそろ。よいしょ。さてどこだ。これで卵あったらびっくりだよね。卵を産むほど温度低くしてないんだけど、また混ぜんといかんな。だいぶね温度が高いから、え、いない。そう、だいたいいつもおる場所に手突っ込んだんだけどな、真っ先に。あったあったあった。はい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 、これはザレンやな。オスの方です。尻尾で分かった。よいしょ。ごめん。いや早いな。よいしょ、捕まえた。よしよしよし。脱皮不全もなし。うん、脱皮して2週間ってところかな。うん、いや脱皮前2週間っていう感じだな。とりあえず掴んでおきますこのまま。で、ラド、ちょっとねやっぱり温度が高いっぽい。涼しいところにいるわ。ラドは脱皮終わり。やべえな、トカゲたち脱皮してすぐとか本当に。ちょちょちょ、はいはいはい。よし、じゃあザレンから測っていこうか。測った後に何に入れるか問題なんだけど、なんか入れるもんあるかな。ざっと見た感じ入れるものがない。取ってくる。よし、ということで、ベニトカゲの、ザレン、前回ね飼育11ヶ月目の時に、体重がね 88g で、今回増えてるか減ってるか、爪が痛い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 、爪痛い。はい、90g、増えてますね。 2g プラスの 90g。 まあ増えてるといえば増えてる。90、よいしょ。はい、でちょっとねラドの方をね捕まえてこようかな。ザレンちゃんこっち入っとってね。よし、ラドどこ行った。はい、お前ちょっとね温度が高いっぽい。今温度が高いっていうのはあのヒーターの温度で、この子たちねヒーターのある方じゃなくてヒーターのないね冷たいところにいるわ今。ねラドはね前回 93g、 今回 91g ですね。あ、 J アラートのテストってやりよる。変わらず。よっしゃ、 91g と、まあマイナス 2g ですのでね、まあ前回餌食ってたか糞が体のあったかっていう感じなんですけれども、まあこんな感じでございます。もうねベニトカゲもね今変わり滞りなくね順調ですのでね。うん、うん、あー、ちょ、うまい。このこれを抜けてきたか。よいしょ、よいしょ。2匹同時はまずいよ。はい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 、よし。とにかくおとなしくいてくれたらそれで俺はいいんだ。はい、ラドとザレン相変わらず元気でございます。2匹。うん、まあ言うこともなくベニトカゲってね本当に、うん、土の中だからね結構ね俺こういうの好きでね、今爬虫類ショップにねなんか細指、染め川ヤモリ、なんか名前がねそんな感じのねヤモリちゃんいるんだけど、あれ欲しいなと思ってね今ペアでいるんですよ。で結構可愛くてね、またそれがね欲しくなっちゃって、結構ね俺好みなのをねおすすめしてくれてねいるんですよ。でこの子たちもねそうおすすめされてね買っちゃったんですけれども、本当にね飼ってみると飼いやすい。噛まれてもねあんまり痛くない。いやあんまりっていうことはないか、まあ割と、うん、地味に来る痛さなんだけど、まあまあまあそこまでね恐るるに足らずっていう感じですね。コーンスネークほどではありません。で飼育のしやすさはね非常にしやすいかなって思います。
土さえ入れておれば非常に飼育はしやすい。で、まあちょっと広めのね、まあ土が大事やね、やっぱり。何よりもやっぱり土が大事かな。よいしょ。尻尾も硬いね。こんな感じで。この子たちのね、困ったところとか、なんかこういうところが、めんどくさいっていうところはなくて、やっぱりちょっと土の中にいるっていうから、日頃行動が見れなかったり、餌を食べる瞬間っていうのはなかなか見れなかったりするんですけれども、飼育しているうちにだいたい餌の時間っていうのが分かってきて、例えばケージをコンコンコンってね、こんな風にノックしたら土から顔をひょこって出してきて、その時にね、コオロギとかデュビアをね、D3 剤まぶしたものをひょひょ入れております。そしたらもう自分から出てきて、で、一匹がね、食べる音を聞いてると、もう一匹が出てきて、だいたい二匹一緒に、食事はとってるっていう感じでございます。まあ、困った行動っていうのは本当になくてですね、非常に面倒も見やすくて、まあ、飼育難易度的にはまあ非常にお手軽ではないかなとは思います。まあ、ちょっと不向きとか、向いてる不向きとかって言いますけど、は、結構ありますけど、まあ、あとはケージ選び次第で、ダイヤル付きのヒーター、それがね、やっぱり大事かな。ダイヤルがないピタリ適温プラスとか、そういったヒーターはちょっとこの子たちには、あんまり不向き。やっぱり土がすぐに乾燥しちゃうから、その辺のこともね、毎度言っておりますけれども、そういったところがね、ありますから、ダイヤル付きのヒーターで、それで調節できるものが、一番この子たちにとってはベストではないかと思っております。やっぱりね、結構いいよ、本当に。綺麗だから。魅力はある。飼育してて楽しいし、ハンドリングも容易で、魅力はあります。色も鮮やかですから。それにね、大きくなるし、ちょっとね、やっぱり食べるところも迫力があって、動きもね、俊敏なので、ちょっとね、中型になるんかな？この子たちはまだ小型か。まあ、小型ですけど、結構ね、食欲、動きとか、割と大きさもあってね、非常に、飼育しててね、面白いトカゲです。ベニトカゲって。で、まあね、やっぱり繁殖もできますし、まあ今でほとんど輸入個体が多いんですけれども、これから CB 個体とかもね、どんどん増えてくるんじゃないかと思います。そう、今ね、紹介できることで、ね、土に潜るときって実はね、この子たち前足ってね、使ってないんですよ。前足を使わずに、こんな感じ、前足をね、こう、後ろにね、やって、鼻先でね、潜ってる感じですね。鼻先と後ろ足だけでこう、穴を掘って潜ってるっていうような感じです。ちょっと、お前ら2匹同時に暴れると、あれなんだよね。うん。こんな感じで。よいしょ、これもちょっと写真撮っとくか。まあ、後ろ足がね、ほとんどメインで穴を掘るときは。あとはね、鼻先でぐりぐり行きながら、前足はまあ補助程度な感じで、普段はね、畳まれて潜っております。ちょっとね、なかなかね、潜るところってね、見せたいけどね、見せれないんですよね。潜るの早かったり、潜ったと思えばまたすぐに顔を出したりして、なんかね、あんまりそういうところが見れないから、ちょっとあれですけれども、まあ、土はね、柔らかめがおすすめです。あとはダニ対策で、ピートモスじゃなくて、ソイルじゃなくて何だっけ、クンタンとかゼオライトっていうのを混ぜてやったら程よい、いい感じの土ができるんじゃないかなって思います。あ、今もいいね、この写真。うん、あんまり動かないでしょ。結構まあ慣れてると言っちゃ慣れてるとは思うんだけど、まあうちに来た時からこの子たち2匹はこんな感じで、まあもともとペアとして販売されておりましたし、ショップでもペアとして売られてっていうか、同じ入れ物に入れられてたから、それで仲がいいっていうのもまあ一つはあるとは思うんです。で、まあね、ちょっとね、ぜひね、自分はこのベニトカゲね、挑戦してみたらどうかなとは、おすすめするトカゲではあります。うん、まあ個人的にね、おすすめはしておきます。まあね、こんな感じで本当にね、特にね、進展は今年はないかな。去年はこの子がね、やっぱり卵を産んだっていうことがあれなんですけれども、まあ特にね、今のところ変わりはなくね、順調に、この2匹、育てれているのではないかなと思います。もう1年になりますからね、この子たち来て。1年。早いよね、あっという間に、年月が経って1年ですからね。コーンスネークなんかもう30ヶ月ですからね、早いもんですよね、本当に。よいしょ、さあ、じゃあ土に潜るところを見せましょうかね。よいよ、
よー、ゴーゴー、ゴーゴー。全然見せれねえな。やり直したい期間か。まあこういうような感じでベニトカゲです。で、水入れね、水入れはこんだけ小さくていいです。でかい水入れはね必要ない。まあこういう水入れも用意していいけど、ここまでねでかいのはいりません。湿度が好きって言っても、水っていうわけじゃないんですよ。やっぱり土自体のね、この水分、土の湿度っていうのが大事になってきて、そっちの方がね大事ですね。で、水入れはね小さくていいです。水入れに浸かるっていうことはまず、そんなにないそうです。うん、ないし、自分もそんなに使ってるところを見たことない。本当に口をつけて水を飲んで、はいバイバイっていう感じ、それだけな感じですね。うん、というような感じで、ね、非常に飼育設備もシンプルで、パネルヒーターのみでやっております。水入れも非常に小さいやつで十分、これでもね十分です。うん、全然十分、大きいかなっていうぐらい。まあ土はねやっぱり多めの方がいいです。まあ今はこれぐらい、結構ね深く10センチは入れておりますけれども、まあ土さえねしっかり入れていてあげると、十分、この子たちもストレスなく、暮らしていけるかとは思います。あとはケージはねやっぱりでかければでかいほどいいんですけれども、まあでかければこちらのメンテも大変になりますから、まあそこそこのサイズを選んであげてはどうでしょうか。まあ一匹飼育ならね60、45とかでもねできるとは思います。あと45、45とかでもね割と動けれたらいいんではないかとは思いますから、まあそれなりの大きさのケージ選びをしてみてはどうでしょうか。また質問リクエストありましたら動画のコメント欄にお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。